バロバロバロ。あいかいかん、みんなおはよう。調子どうよ。俺は今見ての通り、揉みたがりの主のために揉まれてをやっている。一見簡単そうに見えるかもしれないが、なかなか精神力が必要でな。心を無に保ち、自分は持ちなんだと言い聞かせるのだ。このレベルに達するまでにはかなりの修行が必要だからな。バロ、今日はちょっとベロベロやりすぎだ。ブラロー、おー主、番組変えるのか。主のルーティンは知ってるぞ。水曜どうでしょう、ポツンと一軒家、水曜どうでしょうだよな。ところで主って鼻の穴でかいよな。寝落ちしたら吸い込まれるんじゃないかと心配で寝れないぜ。蜘蛛の巣階段コース歩いて疲れてるが、眠ったら引き込まれるからな。やはり鼻の穴の中は真っ暗なのかな。あー、いかんいかん、気を引き締めていこう。明日はミルクタンとファンタジースプリングスか。楽しみだ。ぶなんだ、夢か。せっかくミルクタンとディズニーシーの新エリアに、ね、お待たせミルクタン。食べたがっていたポップコーンのローストビーフ味買ってきたよ。一緒に仲良く食べ。あごめん、肉球握ってしまったよ。それにしてもこんなドラマみたいなことがあるんだね。ミルクタン聞いてくれ。実は前から思っていたんだが。ん？なんだいミルクタン。ああ本当だ、フック船長だね。後ろ見てごらん、スミ君もついてきてるよ。相変わらずの腰巾着め、主みたいだな。あれミルクタン、あれミルクタン、どこ行ったんだ。あ、なんだ、フック船長とハグしてたのか。フックの野郎邪魔しやがって。いい感じのところで登場した挙句、ミルクタンとハグだと。この俺を完全に怒らせたな、ワッパ。はい、チーズ。はい、ミルクタン、かわいいね。めちゃくちゃいい感じに撮れたよ。なんだ、夢か。あと一歩だったのに、ぬわーお。いいねボタン、よろしくね。さあ、行くぜ。おお。見るからに蜘蛛の巣張ってるな。小麦？あ？小麦？行こう。ほら、前歩き。カブトムシいそうだな。クワガタもいそうだな。おお、これはレベル高いぞ。蜘蛛の巣どころの騒ぎじゃないぞ、これ。ちょっとあれだな。霊的なあれもあるな。レッツゴー。おお、すげえ。小麦、待て、待て。ダメかも。ダメかも。いけ、早くもいけ。はぁ、すごい。ちょっと待って。ダメだ、出てるよ、出てる、短い、こっちは短い、ね、なんでくっついてんの。行くぞ、小麦、身をかがめていけ。よし、行け。ちょっと待て、よし、やばいぞ、これ。おー、仕上がってんな。よし、行くぞ。まあ、腹決めていくしかね。なんでこういう時に限ってゆっくり行ってんの。おー、やばい、これはやばいぞ、小麦。絡め取られるぞ。ゴクゴクゴク。ああ、もう、やった。嫌だよ。ちょっと待って、休憩行った。自然の感じはいいんだよ、すごく。蜘蛛の巣さえなければな。最高か。お、よし、いいぞ。よしよし、あ、ここは結構いいか。うわ、もういる。スパイダーが、何あの色、なんで緑な。あ、そこにいるな。よし、行こう。よし、ゆっくり行け。あれか、速度は関係ないか。もうこうなってきたらもう速い方がいいな。あ、っ待って、口入った。待って、口入った。スパイダー口入った。蜘蛛口入った。あれ、クワガタかな。待って、なんか、俺らの周りを、よくわかんねえ虫がホバリングしてるぞ。やばいな、クモゲ、行け。もう一気に行こう。もうこれは、ダメだ、こりゃ。なんだ、ここ。マンション。クモの巣マンション。一等地。ふと。今の、ふっといわ。なんだよ、ふとさ。今日はあいにくの、曇り空。確かにこっち行ったことないな。これ違う日にしようよ。なあ、少し前にね、大根の花が咲いていた場所、なくなりましたね、全部。あっという間に進んでいきますね。少し向こうにはまだ見えてるんですが、あの花綺麗だったね。また来年も見れるのかな。小麦、こっちだよ。小麦がそわそわ。あ、蝶々だ。モンシロチョウかな。取れないか。襲ってくるな、小前がな。
今日は立ち向かってますね。まあ、そのうち囲まれて嫌になることでしょう。逃げた。逃げた。尻尾巻いて逃げた。小麦行こう。行こうぜ早く。ここだいぶいるぞ。ここの畑は次は何が植わるんだろうね。ここはキャベツですね。これは何だろう。さつまいもかな。これはさつまいも？寒冷舎とともにね、覚えたのはね、黒マルチ。黒マルチっていうのは覚えましたね。今何軒か畑を見に行かせてもらってるんですが、なかなか家から近い場所がなくて迷ってます。やはりやるなら家から近い方がいいよっていうのがアドバイスとしてあったので、なるべく近いところで探してます。今日カモの警備員いないね。この足跡と、ここにある小さい足跡は何かな？ワンちゃんかな？猫かな？今日は農家さんよりも早いお散歩スタート。農家さんは何時頃から始まるんだろうね。トラクターかっけ。トラクターって普通免許なのかな？ええー、いいですな。今日は風もなくて、暑さも和らいでますね。蒸し暑さも和らいでますね。ここは、ちょっと前は何が入ってたっけな？来た来た、土のいい匂いするね。お、ツバメが飛んでますね。今年帰った子かな。ツバメが低く飛んでるってことは雨じゃねえかな。朝はやっぱり鳥が鳴きますね。この時間帯の音は好きなんだよな。基準点、はい、かおい、いい子だね。やっぱりね、両サイドに何かが植わってる時の方がここ歩いてるなって感じしますけど、こういう時期もあるからこそ実るのでしょう。これは何だろうね。これは何でしょうかね。見たら一発でわかるんでしょうね。わかる人には。花咲いてるな。スイカ？スイカかな。スイカですかねこれ。スイカか。あ、スイカっぽいな。スイカっぽいな。いいの、ハエ。ハエに挑んで勝手に負けちゃうんだから。スイカだといいね。スイカっぽいけどな。行くぜ。なんだ。おい、黒マルチが引かれてるぞ。何見てんの？黒マルチ見てんの？足、後ろ足何それ。ピーンとしちゃってさ。なあ、どうしたの？あれ？ミルクタン？残念ながらこのコースにはね、ミルクタンは通らないんだよ。知ってるだろ、さすがに。今日も会えないか。なあ、小麦。あの鳥よけのピロピロを見てんの？なるほどね。はい、か。行くか。